メラニー・ロランは、フランスの女優、映画監督、歌手、モデル。1983年2月21日、パリで生まれた。父親は、声優のピエール・ロラン。母親はバレリーナだった。アシュケナージ及びセファルディム系ユダヤ人の家系であり、祖父は、ナチスの迫害を受けた。1999年、16歳の時に、ジェラールド・パルディーに見出され、 彼の監督作、ウンポーのはアントレ・ドライブスに出演した。その後、一時は学業に専念したが、2001年に、ロドルフ・マルコーニ監督の、これが私の肉体に起用され、ルイ・ガレル、ジェーン・バーキン、エリザベット・ドパルディーと共演した。2002年には、ミシェル・ブランが監督した、キスはご自由にに起用され、同作のヒットと共に注目を浴びた。2006年、 フィリップ・リオーレ監督のマイ・ファミリー遠い絆に主演し、第32回、セザール賞有望若手女優賞と、第12回、ルミエール賞の新人女優賞を受賞した。2007年には、第57回ベルリン国際映画祭で、シューティングスター賞を受賞した。2009年には、クエンティン・タランティーノ監督のイングロリアス・バスターズに出演し、ハリウッドにも進出した。 同年のオーケストラは代表作の一つになった。映画監督としても活動しており、2008年に短編デマはエヌマワでデビュー。同作は第61回カンヌ国際映画祭の短編コンペティション部門に出品された。2011年には初の長編監督作となったレアダブッツを発表した。2014年の長編2作目リスプヤは 第67回カンヌ国際映画祭の批評家週刊部門で上映された。2005年から2009年まで俳優のジュリアン・ボワスリエと交際していた。2013年に結婚した男性との間に長男レオを授かった。第63回ベルリン国際映画祭にてありがとうございます。